ララバイゲームはものすごくいろいろありましたね。いろいろっていうか葛藤というか、やっぱこの8人体制に終止符を打つではないですけど、その次の体制になっていくわけですけど、一気に3人も抜けるっていうことはなかなかなかったんで、いやもうどうしようと思いましたね。その後に5人のパフォーマンスもちょっとあったんですけど、なのでしかも急だったんですよね、3人の卒業っていうのが。ツアーのリハの最後ぐらいだったかな、いやツアー、そうタイミング的には忘れちゃったんですけど、でも毎回泣いてましたね。泣きすぎだよお前みたいな、私が一番泣いてたんですけどコンサート中とか、そっかもう卒業しちゃうんだっていう、でも自分の卒業のツアーより泣いてましたね、ジャンプ、ジュンジュンとリンリンの頑張ってきた姿とか見てたし、で亀えりちゃんなんかもう入ってきた当時から見てるわけですからね、初めてできた後輩、6期メンバーなんで、私5期で6期で、もう8年ぐらい一緒にいて、まさかねその後輩を見送ると思ってなかったんで、まあ、小春の時から始まってるんですけどね、後輩を見送るっていう、ちょっと複雑な思いもありながら、ちょっと自分が先に見送ってほしかったなっていう思いと、あとこれからどうなっていくんだろうっていう不安と、そうですね、でその時点ではまだ9期メンバーが何人入るかっていうのも分かってなかったし、そっか5人か、5人で歌うのかっていうのもあって、まあ実際5人でパフォーマンスしたらなんかいいじゃんって言われたこともあったんですけど、やっぱりそうですね、大きかったですね3人の卒業は。で私の中で心の拠り所がリンリンだったんですよなんで、あそっか帰っちゃうのかと思って、うん、だから大きかったんですけど、でもその寂しいっていう気持ちと裏腹に、このララバイゲームっていうかっこいい楽曲はさすがつんくさんだなと思いました。それはエリ本人も言ってたんですけど、この曲でよかったって、本当は卒業だったらしんみりする曲が来るかなっていう風に、まあ、3人だし思ったんですけど、それをもう隠すかのようにかっこよく歌ってたので、ね、でもこの曲あのそれぞれカラーが分かれてるんですけど、私赤だったんですね。でモーニングのカラー担当は黄色だったんで、ファンの皆さんから赤になるんですか赤になるんですかっていう不安もあったっていう、すごいいろんなことがあった曲ですね。